やってらんねえな。1月16日スカバトシーン4弾の稼働日か。やってらんねえな。だってさ、俺今日夜勤だ。はい、というわけで、おはようございます。ティレット回します。今日撮ってるのが16日、夜勤なんですよ。はい、さっきドンキホーテ行くような格好の人がね、なんか撮ってましたけど、あれ気にしないでください。あれ茶番です。いやー参ったなー。というわけで16日なんですけど、本日は夜勤なんで行けません。行ける日がですね、なんと来週月曜日になるんですよ。なんでかって言いますと、稼働日が夜勤なんで、まあ行けないのはこれ分かっていただけると思いますよ。次の休みが土曜日日曜日になるんですけど、まあ土曜日日曜日両方ないんだけど、土曜日休みなんですけど、まあ行けない理由としては、土曜日にレンコインをしてたら迷惑じゃん。僕の額だとマジでその土曜日とかにね、人が来るかもしれない。まあ普段いないんだけど、人が来るかもしれないのに、レンコインをあの額でやってたら、それは迷惑よ。うん。で、どっちも嫌やしね。なんかさ、もう少しで出るんじゃないかって時にさ、逆にさ、入られたらどっちも嫌やもんね。うん。なので、土曜日には行かれないんで、月曜日なんですよ。もうみんなもうなんか、この動画は忘れてる頃ぐらいに出てくるんだよ。だから、今回もティラさんのやつないのか、皆さん言ったでしょ。新三段で。ティラさん、レンコインしないんですか？三段。あのね、じゃあしなかった理由を挙げますと、単純に飽きた。若干熱がちょっと冷めたのと、まあ若干もうオワコンフラグを公式からも立ててきたあたりが、なんでまた、じゃあまたレンコインするのって疑問が出てくると思いますよ。そのレンコインする疑問に関して、まあ答えを簡単に返しますと、まあやっぱりね、知名度が低い。まあ僕が底辺なのもあるんですけど、とにかく知名度が低いの。新三段ね、ツイッター僕いろいろ見ました。お座り一発、未だにいますね。あれは何なんですか？あの文化何？やめた方がいいよ。あの文化やめよ。お座り一発が言う、あの文化やめよ。俺一回も出たことないよ、そんなの。バトル好きなんかやってるけど、バトル好きなんかスケバト？スケバトからやってるけどさ、一回もないよ、俺。やめよう、あの文化。あのクソくだらない文化やめてくんない？俺の動画がかすむんだよ。俺の動画で現実を教えてるのに、あんだけ使わないと出ませんよっていう。もう、マジに狙うならそんぐらい使わないと出ないよって言ってんのに、お座り一発でボイ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 とさ、みんなツイッターで始めに、お前ら何やってんの？俺の動画がかすむんだけど。そういうわけで、レンコインしたいと思います。はい。で、まあ、まだね、両替しきってないんですけど、この柱。はい。いつものですね。いつもの100円ですよ。もういつもの、もうみんな、もう買い続けてないでしょ。これ100円です。はい。で、前回3段の時はほとんどレンコインしてないんで、チケットもほとんどね、僕ギガリア以上は出てません。皆さん、安心してくださいね。プレイにね、かけた金額、1万5000円ぐらいです。ちなみに私。はい。新3段。超ギガリア出た画面数教えます。2枚、ギガリア3枚ぐらいですね。はい。とはいえこれが普通なのです。皆さんがおかしいんです。まあ今回もどうせね。で、逆にさ思ったんだけどさ、こういう動画撮ってさ、もう1万とかでパッと打ってたらさ、そういう動画じゃなくなるからね。俺はもう現実を教えていくからね。カットはするけど、そういうズルとかしないの。なんなん、ズルしてもらえば、それやったら俺やったらお座り一発が行ってみてよ。まあ、僕が現実を教えれるんじゃないかな。はい。僕ね、ガチャとかの引きに定評がないんですよ、本当に。ある意味定評あるっていう武器なの。基本的に不運なんで、その悪いところを全部僕見せていけるんで、僕の運なら、悪いところの天井までガンガン引けるんで。本当にその自信あるもん。じゃあ今回も行きましょうかね。はい。なので次この動画撮る日が月曜日です。はい。じゃあ、
月曜日まで行ってみよう。さあ来たぜ、行くぜ、レンコインな。俺んチャンネル見ないと死ぬぜ。ジャラステ増えたな。ドラゴンボールヒーローズも多いな。減った減っちゃった、どうしよう。4台から2台に減ってる。おーい、こういうとこだぞ、こういうとこ。もう売り上げ落ちてんじゃねえか。もうクソ落ちてんじゃねえか。よっしゃ、まあ、とりあえずやるか。やるか。出やがったな。出たな。黙れ、鍵。黙れ、鍵。お座り一発、はい。お座り一発ね、これが普通ですから。なるほどね。すげえ、ラスト、あのソウルブリンガーの色違い感が漂うな。オーレの剣だ、ガオーマル。まずこれか、まずこれか。ギガリアから降格したジルハンナイト、かっこいい。なるほどね。劣化してる。力アップなんか力アップとか多なったな。こうしてみると、こうしてみるとさ、レアの強さも上がったな。来たな、脇。脇っこと強なったな。また。なるほどね。戦いの歌？なるほど、ナイトミのフィナーレ。見てねさ、アドモアちゃんやっぱ可愛いな。なるほど、これがあと5枚続くのか、これがあと5枚続くのか、これがあと5枚続くのか。ついに魔法使われ、魔法を捨てた。なるほど、あんま変わってねえみたいな。なんだったら前より弱い説あるぞこれ。タイミング完璧、もう読めない。台数が減った気がするんですけど、そう、前に5台ぐらいあったんですけど、はい、多分どっかの個性が赤いボタン、まあ、少女の職業にプラスされるわよ。強そう、やっぱりこれは強そうなんやけどな。武闘家のやつですね。俺武闘家やんねえんだけど。1万円ね、これで。まあいつもの1万円はね、まあ出ないのも当たり前よ。これはーい、1万5千分終わりました。1万5千分が終わったか。今のエスタークもありません。2万円が終わりました。2万円ですが、相変わらずこんな感じです。
いよいよ2万を超えました。2万を超えた今の気持ちをお伝えします。本当に出ねえクソ、はい、2万5千円分終わりました。いっぱい出ましたよ。いっぱい出たけどね、エスタウト出てねえわ。何やこれは。3万超えました。見てこれ、もうやばいです。レベルマックを解けば経験値を集めることができるぜ。すごいです。絶望だぞこれ。疲れた、もう5時じゃん。夕方5時だよ、夕方5時。あ帰ってきましたよ。何してんだ、もう本当に今回も使ったなこれ。うわ行くぜ、うおね、もう大量の S チケットね、はい、もう何を見てもどこを見てもね、今度の S チケットです。何を見てもどう考えてもこれ今度の S チケットです。もうね、言うことないです。もうこのほら、もうね、これがもうすべてですよ。はい。で、出ましたね。グランスタークね。出たよー。かかったねー。じゃあ、これを出るまでに、まあなんかダークドラの時も数えてたと思うんですけど、L のスペシャルの数、はい。その前にね、M の方は、まあこの通りほとんどコンプしています。はい。これ1枚を出すまでに L を何枚かかったか。なんかどっかで数えたことありますね。やってみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。そして10枚目にこれ、なんかどっかでこのパターン見たよ。このパターンどっかで見たな。はい、というわけで、はい、こんなことになりましたけど。では、グランエスタークを出すまでの金額、改めて発表いたします。36,600円。なんだこれは。もうなんだよこれ、もうなんだこれ。ちょっとまた記録更新ですか。また記録更新ですか。はい、というわけで、こちらのね、この紙切れ1枚がね、36,600円というね、とんでもない代物になっておりますね。はい。まあ、これはあくまで、まあ皆さんあくまで言いますけど、まあ、一気に回す、かつ全部同じ台で一気に回した結果が、36,600円かかったという代物になっております。はい、期待裏切りませんね、本当にね。もうね、僕はやば、僕は期待裏切らない。うん、村長そこらのツイッターの桜どもを黙らせるいい血を放ったんじゃないですか、これも今回ね。はい。でね、もうこれ毎回そうなんだけど、出たネタ報告やめない。うん。あのね、やっぱ公式がこのチケットにさ、なんかすぐさ宣伝するじゃないですか。あんな風に宣伝するじゃん。そんなにかかるってみんな思わないんだよね、普通に考えて。普通に考えて全部一律100円って歌ってる前提のこのカードゲーム、36,000円かけなきゃ出ないカードなんて普通考えられないわな。うん、だからこそさ、余計にさ、で、ツイッター見たらさ、なんかさ、あの、出たって感じのさ、やつ多いじゃない。やめない、そういうのな、ほんとに。俺はね、QR さらしよりもそっちに言いたい。なんかすぐ、お座り一発が言うわけわからん。そういうのを、そういう方が俺は、いや、めっちゃ低い。僕より低い人いますからね、世の中ね。なるほど、思うわ。うん、ダメだよ、やっぱり。あのね、運営陣がね、変わんねえとね、ダメだよこれ、本当に。このゲーム本当にいつも思うけど。うん、まあダメだよ。あとね、変に自慢しない方がいいよ。その自慢ツイートが、そのね、自慢ツイートがあるから、みんながなんかすぐ出たとかで自慢ツイートをするから運営も変わんないんだよな。ああ、僕がサンタ福引きしなかったらさ、自慢ツイートの間多いこと多いこと、本当にね、もう今回も、なんか稼働した直後からもう自慢ツイートの間多いこと多いこと、本当にもう嫌になりました、私。ダメだよ、やっぱりそういうの。まあ大体、どんどんね、私ね、こうやって言ってますけど、一つね、私ね、この福引きを通して成長したことあります。はい。お金を使うことにね、
抵抗を覚えなくなりました。これ病気です。やめましょう。はい、というわけで今回はこれぐらい終わりたいと思います。お疲れ様でした。